今日はですね、空手で日本一を目指す中学生がいるということでやってきました。何やら去年は準優勝、今年は優勝を目指して頑張っているということで、どんな中学生なのね、早速こちらにいるということで行ってみましょう。頼もう。ということで、金沢市八日市の空手道正木道場にお邪魔しました。ここでビヨンスを待っていたのは差し江崎です。小坂レノンです。坂井カレンです。杉宮真奈です。なんと4人の女子でした。その日本一を目指してる中学生っていう情報だけで来たんやけども、そういえば女の子だよね。みんな何年生？中学3年生。全員中学3年生？友達？そうなん。実は彼女たち中学校は違うのですが、同じ小学校の同級生だったんです。じゃあみんながその何空手を始めたきっかけって何、そのなんか友達やから一緒に始めようみたいな感じ？私は踏み込んじゃいかんのか言ったのか。最初じゃあ誰始めとった空手？最初は、あ、最初、一番最初。じゃあそのきっかけは、お兄ちゃんがしていて。お兄ちゃんしょってやな。なんでそんなにお兄ちゃん倒そうと思ったの？多分見ていてかっこいいなと思ってやったりと思う。かっこいいなと思った。だいぶじゃあその思ったにあってことは、だいぶじゃあちっちゃい時から始めたってこと？年中。あ、はい、そうなん。年中さんからか。そりゃじゃあすごいね。え、でそのあとはみんながそのなんか影響があったりとかしたの？3人は小学校1年から始めたのですが、そのわけはなんか体験に行ってみて、見学とかですごいかっこいいと思ってやりました。そうなんや。え、実際じゃあね、今までこう続けとるのにね、こう楽しいこととか辛いところとか、うん、楽しいことは試合で、まあ、練習は辛いけど試合で勝ったら楽しいっていうか嬉しいなって思ってます。じゃあ逆に辛いなって思うのは、まあ、一番練習が辛いです、ね、あ、そうなんや。ミットを打ち込み、1分半打ち込むとスタミナ系がしんどいです。スタミナ系ね、しんどいよね。だって やめれんもんね。もう早く終わってやるね。キャーみたいな。で、良かったことは、礼儀正しくなったり、友達と友情深まったりしたことです。はい、素敵。嬉しいことはやっぱり毎日練習が辛いです。あ、そうやよね、そうやね。だからその私はまだ体験しとらんから、結構ハードなこともあるんやろうと思う。思う、嬉しいと思うことは試合に勝った時が一番嬉しいです。そうなの、ね、辛いなあわ。パンチとかもらうとやっぱ痛いことが辛いです。痛いよね。そうそうかそうか。お待たせ、好き。嬉しいことは、試合で勝った時と、指導をしてる時にみんなが楽しそうな顔を見るのが嬉しいです。そうなんや、そうなんや。辛いのは試合で勝てなかった時とかです。悔しい気持ちがあるんや。でもさ、すごくない？黒帯ってすごいんやよね。そんなすごくないが。え、すごいことなんやね。黒帯っていうのは、そのなんだろう、空手の中でもそのランクとしては色としては一番上の帯です。すごいだね、それが4人とも同級生で女子の黒帯が4人も揃う道場は珍しいとか。ちなみにこの4人戦うと誰が一番強いの？あ、差し絵さんが一番強いんや。雑誌さんは去年の全国大会で惜しくも準優勝。今年は中学生最後の大会で絶対に優勝するという思いで日々練習に励んでいます。大会まであとわずか。そんな彼女の強さを身をもって体験しようと、ビヨンスも空手着に着替えました。でもその前に空手の型を見せてもらいました。3、
ではビヨンスにサシエさんの強さを体感してもらいましょう。これ持ち方のなんかあるコツとか、なんか踏ん張って足広げて腰低く重心しっかり重心しっかりまあまあ、まあ、言うてもね中学生やからどんどんこんか、うん、と鷹をくくっていたビヨンスですがパンチを受けてみると構えてフェイン。すごい衝撃が来てる。死ぬ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 すごーねえ中学生やるね。すごいんやけど私打ち上げ花火この辺で余っとるみたいな、ドドドドドドドみたいな。すごーやっぱ このぐらいの威力がないと世界目指せんが、世界じゃない日本一目指せんわけやね。もっと強い人がいるので。小さい頃からサシエさんを指導してきた竹中代表は、とにかく気持ちが強い、負けん気といいますか、稽古してるんですね。多分もうほんで10年ぐらいやってますかね、サシエは。ふざけてて怒ったこととかはないような気がしますね。なんか遊んでてとか、真面目にやってないとか、それ一度も見たことはないです、はい、それだけ本当に真面目に稽古やってます。はい、ですね。ここで鍛えたからこそできるサシエさんのすごい技を見せてもらいました。何何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 何これまで数々の大会で優勝などを収め、強くなれたのも家族の協力があってこそで。こんなたくさん、うん、もう全国の強い子を戦った時にもうボロに負けしたんですよ。あ、そうなんですか。全然歯が立たなくて、そこで一回先と話してどうする、もっと全力で取り組みたいということで、そこから家で帰って自主練とか、いろんな人の動画を見て研究したりとか、それが小学校3年4年ぐらいだったんですけど、はあ、そこからずっと今に至るまで自主練です。そうなんや。私はやっぱ空手する前と、まあ、そのした後っていうのはさきさん変わりました？お母さん、うん、でもやっぱり本気になって全国目指して、やっぱり変わっていきますよね。目標があるので、無駄な時間はない感じにはなってましたけど、うん、強くはなったと思います。心も。そうですよ、はい、兄のルイさんから見た妹は、いつもは、まあ、なんか見たら分かるんですけど、なんかニコニコとか明るかったりするんですけど、なんか空手のスイッチ入ったら一気になんていうんですかね、ちょっと 目力が変わったりとかして。そうか、そうですね、変わるんやね。じゃあ最後になるけども、さきちゃん今後の目標を教えてもらっていいですか？全国大会がもうすぐというかあるので、その大会で優勝したいです。優勝したら日本一、日本一応援してますね。ありがとうございます。